なんで脱走なんか。俺のセイントの力があればこんな。今からクロスをまとってシャイナさんと戦う。コスモとクロスの力が一体にならなければクロスはただの飾り物だ。まとわねば生きてここからは出られない。全てはお前次第だ。シャイナさん、クロスは俺が正々堂々と手に入れたんだ。逆恨みされる覚えはないぞ。たまたまクロス争奪戦で勝っただけだ。クロスを切れないのがその証明だ。クロスを着なくてもお前をぶっ飛ばす。Try using your basic attack. Choose a target to attack. 熱血の剣。これほど弱いお前にクロスをまとう資格はない。真のセイントの実力を見せてやるわ。サンダークロス。せいや、恨むなら自分の運命を。もう燃やし、拳でこの岩を割るのよ。お願い、弟を返して。アテナの名においてセイントの証を授ける。に導かれし戦士たちの宿命の戦いがここに幕を開ける。お嬢様、我が祭壇が世界各地に送った100人の孤児のうち生きてセイントになれたのは10人でした。わずか10人。おじい様のセイント育成計画は大きな犠牲を払ったようね。ですがその目的のためにはやむを得ない。お嬢様、ユニコーンのジャブ、ただいま戻りました。黙れ。お前、大会への出場を拒否した上、聖夜がただいま日本に到着しました。ギャラクシアンウォーズは予定通り開催できそうです。悪いが時間がない。クロスを持ち帰ったんだから、そっちも約束を守ってもらうぜ。姉さんに合わせろ。おだま、なんだって。じゃあ俺のこの6年間の苦労は。聖夜、このギャラクシアンウォーズは絶好の機会です。世界が注目する中で勝ち続ければ姉さんも気づいてくれるかもしれません。もしあなたがギャラクシアンウォーズで最後の勝者になれたら、我がグラード財団が総力を挙げてあなたの姉の行方を突き止めてあげる。お前らなんか信用できるかよ。俺は自分の力で探してやるさ。財団の力とお前個人とでは比較にもなりません。
それに優勝すれば至高のゴールドクロスが手に入るのですね。くそ、何から何まであいつらの言いなりかよ。でも今はそれが一番いい方法かもな。Here's where you progress through the storyline. There's a lot of experience to be gained here. Tap to enter. Galaxian Wars の優勝者には88星座のうち最高位のゴールドクロスが与えられるそうだが、優勝す The storyline direction is automatic. Tap to continue the story. ゲヒ、セイントと動物を一緒にするなよ。今から俺のコスモを思い知らせてやるぜ。非常事態になろうとは。ああ、宇宙の起源と同じ、全ての始まりは爆発だ。この俺のスピードについてこれるかな。地上の全てのセイントが召集を受けてサンクチュアリを守っている。今の状況はこうだぜ。初戦突破おめでとう、セイヤ。シュー、お前もアンドロメダ島か。シリュウ、お前までゴローホーから駆けつけてきたのか。こんなくだらない大会に出る必要はねえだろう。名声やゴールドクロスのためではない。俺は育ててくれた老師の代恩に向…フーファーグ is a buff used to boost your tap on a teammate to use the buff unit. これでどうだ。究極見せてやる。やっ、いいぜ。バイト行くぜ。ほら、ユニコーンキック、どうぞ。流暢、本当に戦うべき相手はこのウルフだ。ローザ、
助かる。技を。せいや、無理に流星剣を放てば君まで死んでしまうかもしれない。試合なら全力で戦うのが紫龍に対する敬意だ。だが紫龍が教えてくれた、捨て身になって初めて人は自分の全力を出し切ることができる。奇跡だって起こせるんだってな。紫龍、お前の弱点は龍の拳じゃなく戦いの最中に揺れる心だったな。